はい、本日はですね、最強白 T 決定戦をね、やっていきたいなと思います。ということで、僕の視聴者さんの中でね、今年の2022年の白 T は俺が制するんだっていう方はね、画像送ってくださいということでね、まあそんなことは言うてないですけど、コーディネート送ってくださいって言ったらね、何名かの方が送っていただいておりますので、僕まだ見ておりません。一瞬今から皆さんと見ていてね、あ、こんな感じの白 T の着こなしいいなとか、あ、こういう髪型にはこれが合うねんなとか、あ、小物こうやって合わせねんなっていうところね、一緒に見ていただこうと思いますので、まずは一人目からいきたいなと思います。一人目こちらズドンということで、あれですね、パタゴニアの P6 ソロの、あれかなと思うんですけどもあれって何か分からない。身長165センチ、 S サイズで、コーデはねパタゴニアコーデということになっております。この P6 ロゴのね T シャツって結構人気ですぐなくなるんですよね。で、特にもう今夏場とかじゃないと思うんですけど、僕もついこの間ね沖縄行った時に沖縄で着てる人めちゃくちゃ多かったです。この P6 ロゴ結構着てるなって感じだし、あとねこの方着てるみたいに派手なねショーツ合わせた時とかでもねきっちりこうまとまっていくのでね、あのパタゴニアのコーデということで、まあ、いかにも夏っていう感じのイメージだと思うんですけど、まず一人目の方送っていただきましたありがとうございます。では次の方行きたいなと思います。次の方こちらズドン、いつも楽しく拝見しておりますということで、ヘインズの T シャツでビューティーユースの別注バージョンですということで、身長179センチ、背高いな、XL サイズということで、コーデのポイント、実家の庭の草が、伸びすぎててあぜんとしてますが、ソックスもシュプリームのヘインズにしていて、ヘインズ縛りにしてみましたということで、こだわりがね感じれるコーディネートかなと思います。前回のノーセンスのあの春夏コーデにもね出ていただいたみたいで、12組目にも使っていただきありがとうございますは、お稲荷の乱マグナムの争いが起きないようにショーツはやめましたということでね、何の話僕したか全然覚えてないんやけども、すいません、失礼なこと言ったらすいませんね。今回はあのインナーにね、透けないようにっていうことで、インナーの肌着を着てはると思うんですけども、まあそれのおかげでね乳首のね革命が起きなくてよかったななんて思ったりするんですけども、まあ、こういったシンプルな合わせはやねんけども、時計だけね、アップローチをつけてるというような大人コーデですね。白黒の大人コーデということでありがとうございました。では次の方行きたいなと思います。タカさん、いつも面白い動画ありがとうございます。愛知県から、拝見させていただきますということで、白 T コーデを送っていただきました。ポイントはほぼタクゾーコーデですということで、174センチで、まず白 T が、ユニクロのポケティを着てますと。で、ノースフェイスのバーサタイルショーツの黒を XL で着てますと。だから上 XL 下 XL でしょ。で、靴下が、ナイキの靴下ね、あ、これ僕よく履いてるやつね。で、バンズのクラシックの黒に、タクゾーネックレス45センチ着用してますということなんですが、ほんまに僕みたいなコーデしますね。僕普段マジでこんな格好してるんで、もう全く同じような感じだと思うんですけど、同じようなコーディネートかなと思います。なんか下に書いてますね、今から高校野球の愛知県予選を見に行きますということで、写真の撮り方うまいですよね。角度が下から綺麗に撮れてるからね、いい感じなんですけど、ちょっと隙間が危ないので、あの足のちょっとズボンの隙間がちょっと危ないですけども、まあ、それだけ配慮していただければね、あの非常にいい写真やなと思います。本当にもう僕が普段してる格好とまんま同じような感じなんですけどもね、ありがとうございます。では次の方行きたいなと思います。次の方、この方ね、ちょくちょく送っていただいている方なんですけども、いつも楽しく拝見させていただきますということで、今回も企画応募させていただきます。この人の合わせ見てください。まず1枚目キャップでしょ。で、キャップになんかこういう、巾着みたいなの持ってるのかな。で、ネックレスがすごい丸だ、ゴールドの丸だ、すごい普通合わせれないですよこれなかなかね。で、2枚目がハットか、バケットハットにストライプのシャツをくくるんだ。これはしかもこうじゃない、斜めにくくるんだってことでね、しかもこれがまた似合ってるんよ。で、トートバッグみたいなの持ってって、で次がキャップか、あーなるほど、これはこれでキャンプ系の時ってこんな感じでしょうね。で、最後がシティ的な感じでベスト着てるんやけども、まず1枚目はユニクロの白 T で XL サイズ着てますと。で、2枚目も同じく白 T の同じやつ着てますと。で、3枚目がノースフェイスの XL サイズを着用してると。で、4枚目はパタゴニアのポケティを着てるんやけども、もうパタゴニアのポケティかどうかわからん、なんてベスト着てるもん、どうなってるか全然わからないけども、僕が勝手につけるとしたら、1枚目は、子供と散歩コーデ、2枚目がこの人がアパレルの人やったとしたらバイヤーの仕事の時の服装みたいなね感じ、この人アパレルかどうか知りませんけどね。で、3枚目がキャンプ系でしょ。で、4枚目が奥さんとデートっていう、もう完璧なね、あのシーンが決められてると思うんですけど、これ勝手に僕言ってるだけです、そのこの方が言ってるわけじゃないですかね。で、そうなってて、コーデのポイントっていうのは、そのままシンプルにこうデニムに合わせてみたりとか、レイヤードで色物持ってきたりということで、まあ、小物にアクセントを置いてみたり、コーデの色合わせっていうのを意識してると。だから、まあシャツが白やから、ちょっと暗めにネイビーとかブラック行く時もあれば、こうガッと明るめにオレンジとかベージュ行く時もあるということで、色の合わせすごいですよねこれね。僕も参考にしたいなと思うんですけども、シャツはなんでかここに書いてた、すいません、シャツをいじっちゃってすいません。シャツはね、日焼け対策とか、あと昼夜のその夜とか昼の寒暖差によってちょっと羽織ってみたりっていう、そういう意味が込められてたらしいです。だからファッションだけじゃなくて、機能的にも日焼けとか、あとまあ寒さとか、そういうことでねやってて、羽織
倒らへん時はタスキ掛けということで斜めにやってるみたいなんでね、すみません僕とかやったらもうあれなんか何してんのかなと思ったりしたけども、あそういうちゃんと意味があるんやということでね、あの勉強させていただきました。ありがとうございます。では次の方行きたいなと思います。次の方がですね、白 T 最強コーデ応募します。コストコの T シャツでめちゃくちゃおしゃれな長い 160cm M サイズ、今までいろいろな白 T を着てきましたが着心地サイズ感価格全てが完璧です。生地が厚すぎず薄すぎないので肌着でも OK やし、その乳首が透けることがないですということでね、快適に過ごしました。パックティーで6枚2500円という驚愕のコスパなんですけど、なんかこの人はあの中尾明義さんみたいな感じの雰囲気してますよね。パーマでおしゃれで眼鏡かけてはって、時計もおしゃれな時計で、またパンツがね、チェックのパンツ持ってくる人ってそんななかなかいてないと思うんですけども、素人の時にチェックのパンツってありですよね。これ僕チェックのパンツ履いたらあかんが、お遊戯会みたいなんていうのはそれはあかんわか。この人やからね似合うと思うんですけども、すごいおしゃれなコーデですよね。やっぱりこうやって見て思うのはね、夏場って時計いりますね。アクセサリー感覚でねやっぱいるなと、僕あんま普段つけへんからやっぱいるなって、こうやっておしゃれな人の画像見せてもらったらねやっぱいるなっていつも思うんやけどもね、本当ありがとうございました。では次の方行きたいなと思うんですが、次の方がこちら、いつも拝見しますということで、こちらの方 MPX っていうあのノースフェイスのねゴールドウィンっていう会社が、あのゴールドウィンって会社なんですよ、ノースフェイスね。そこが作ってる MPX っていうなんかあの匂いがつかないっていうね、あの T シャツとかロンティー作ってるんですけど、それをね着用されているらしくて、セーデが 186cm XL サイズ水族館コーデということで、まあやっぱこういう白の上持ってきて黒を合わせて、あとやっぱ足元をスニーカーにしたりサンダルにしたり、あとそれで、まあ、その人のね個性が出てくると思うんですけど、靴をね例えば革靴とかに変えたら一気にこう大人っぽい感じになるし、今回はねあの水族館コーデやからスニーカーでバッチリかなと思うんですけども、ありがとうございました。この写真撮ってる人スカート履いておりますね。スカート履いてる人の隣に、子供の足が見えるということは、これ多分ご家族で行ってあるんでしょう。それとかね、あのありがとうございました。では次の方行きたいなと思います。次の方こちら、ヘインズのビーフィー T シャツで 175cm の L サイズ、おじさんの休日コーデということなんですが、この方もおしゃれな、パンツはノースフェイスのパープルレーベル履いてるな、でニューバランスと、パタゴニアの、トートエコバッグみたいな持ってはるんですけど、シュッとしてるねおじさんコーデやなと思います。おじさんこんなシュッとしてませんよ。お腹がもうちょっと出てきたりとかねしますけども、シュッとされてね着こなしてはるし、まあ、ベージュのチノパンってねやっぱりこの時期によく合わせやすいと思うので、結局白 T って何合わせても下はいいんでしょうね。オレンジのショーツも合ってたし、黒パンも合ってるし、これチノパンも合ってるし、何合わせてもいいんやけども、まあ、個性がどんどん出てくる。あのチェックのねパンツもありはったけども、何合わせてもいいんやけども、どういう風に見せたいかっていう感じで、今回のベージュとかやったらちょっと大人っぽい、大人の休日感やっぱりベージュは出てくるし、チェックとかやったらこうちょっとシティ感がありますけどね、シティ感があったりとか、まあ、黒パンとかやったら、汎用性あったりするんかなということなんですけど、次の方行きたいなと思います。次の方は高藤さん、 T シャツのコーデ応募ですということで、倉敷の美観地区から、撮影しましたということで、これ岡山の、美観地区で撮られたんですね。この方が岡山の方かちょっとわからんけども、ダントンの T シャツ着て173センチで、38サイズ、要は M サイズを、ね、着用してるということで、お散歩コーデです。黒のパンツと合わせてシンプルに決めてみました。サンダルはビルケンストックで落ち着いた雰囲気にしてみました。よろしくお願いいたしますということで、ありがとうございます。この人もアップルウォッチつけてはるわ。やっぱ T シャツってその人の体型が出ますよね。こう細いスラッとしてるのやったらそれに合わせた方がやっぱかっこいいやろうし、少しふくよかめやったらもうオーバーサイズで隠しちゃえばいいと思うんですけど、まあ、この方とかはねシュッとしてる人やから、こう細めで合わせてはるんかなと思いますが、この美観地区ってあれですよね、僕あのルローニケンシンが好きなんですけどね、ルローニケンシン の, あの実写版の時でもねここ映っておりましたけども、そこで撮影したということで、僕一回も行ったことないんですけど、いいなと思いますが、ありがとうございます。では次の方行きたいなと思います。次の方がですね、こんばんは、白 T コーデ応募させていただきます。白 T のブランドがこれちょっと今下に出してます。ちょっと僕読めてない、 NU ヌメラルズ、ちょっとわからない、173cm の L サイズということでね、着用されているらしいです。でコーデのポイントはね、あの僕のブランドジャパンメディアのね、あのボディバッグを合わせていただいてるということで、これよく見たらショーツはベースショーツかな、ベースショーツ僕今履いてますよ、ちょうどぴったり履いてますよ。同じ格好してるかもしれんけどもね、やっぱりこの人も時計つけてるわ、おしゃれな感じだな、ヒゲも生えててかっこいい感じですけども、こうラフそうに見えんねんけども、時計とかアクセサリーすることによってギュッてちょっと締まるというか、おしゃれ感が出てくるかなと思うんですけどもね、非常にねいいコーデやなと思います。僕ほんまにまさにこれでバッグ持って時計したら全く同じ格好ですもんね。あのありがとうございましたということで、今回、応募いただきました。っていうのも今回のテーマというのが最強の白 T コーデっていうので歌ったんですよ。これってめっちゃハードル上がるじゃないですか。でその
中でも今回送ってきていただいたというとても勇気のある方々がね、今回本当ありがとうございました。普段とかやったらなんかノンセスコーデ紹介しますとか、パタゴニアコーデで募集しますかって感じじゃないけど、もう今回最強の白 T っていうちょっとハードルを上げた感じでね、募集しちゃったんで、今回応募いただいた方っていうのはこれだけなんですけども、皆さんほんまにこう上手に合わせてはると思いますし、僕もね夏場はショーツしか履くことないんやけども、例えばロング履くんやったらあっちのパンいいなとかね、チェックのパンツも履いてみたいなとかって、僕が似合うか分からへんけども思いましたんで、本当に皆さん今回ありがとうございました。まあとにかくね、何でもトライすることが大事なんでね、まあトライして、あ俺似合うわとか、あチェックは俺あかんわ、ボーダーの方が似合うわとかっていうのね気づくと思いますし、僕逆にボーダーとかあんま似合わないんでボーダーとか着ないんですけど、まあとりあえずそんなはねもうガンガン攻めていくしかないだろうということで、今回勇気のある方々の、写真ありがとうございました。またね皆さんからのコーデ募集したいなと思いますので、その時は、もうちょっとハードルを下げたタイトルにしますので、ガンガン送っていただければね嬉しいかなと思いますので、本日はですね白 T コーデ最強のコーデを紹介してみたという動画になってます。また別動画でお会いしましょう。ありがとうございました。